容疑者ホームズの苦悩。お嬢様、お嬢様どうされました？何やら暗い顔をなさっていますが、またホームズ君の事件について考えていらしたんですか？ええ、実はあれからあの事件のことばかり考えてしまって。そう心配なさることはありません。お嬢様やワトソン君たちの証言もありますし、本人も否定しているのでしょう。ええ、今はスコットランドヤードの監視がついているだけだってホームズも言ってたわ。ヤードは私がホームズをかばって嘘の証言をしていると思っているみたいで、ホームズの疑いを晴らすには真犯人を探し出し決定的な証拠を突きつけるしかないわ。お嬢様、彼を助けようと勇むのはよろしいのですが、無茶な真似はなさらぬよう。お嬢様にどんな危険が降りかかるか分かりません。わかっているわ、ペンデルトン。ねえ、ペンデルトン。今日の新聞には何か悪いニュースでも載っているの？どうしてそんなことを？毎朝あなたは必ず新聞をテーブルに置くけど、今朝はそれをしていない。今日は休館日じゃないし、あなたが置き忘れるはずもないわ。つまり今朝の新聞は私に見せたくないのね。最近のお嬢様はとても鋭いですね。くれぐれも怒って新聞を投げつけたり、これはどういうことなのなどと叫ばぬようにお願いいたします。まあペンデルトン、私はもう子供じゃないのよ。そんなちょっとやそっとのことで腹を立てたりなんか。少年探偵かですって。これはどういうことなの？やっぱり。お嬢様落ち着いてください。まるで
ホームズが犯人みたいな書き方だわ。人の口に戸は立てられません。噂は瞬く間に広がっていくでしょう。お嬢様。何？ペンデルトン。今後はホームズ君との接し方をよくお考えください。どういうこと？疑われているホームズ君に近づけば、お嬢様が周囲からどのような目で見られるか。特に今回は彼を狙っているのは複数、組織だった犯行の匂いがします。いつお嬢様が巻き込まれるか分かりません。だからってホームズから離れろっていうの？納得できないことだと重々承知しています。しかしよくお考えください。このホワイトリー家がどのような目で見られるのかを。私も旦那様と奥様からお嬢様を託された身。お嬢様にはホワイトリー家当主としての自覚を持っていただかねばなりません。この家に仕える者たちの生活、それはお嬢様の振る舞い一つにかかっているのです。ペンデルトン、酷なことを申し上げますが、どうかご理解いただきたいのです。私は、ペンデルトン、あなたの言っていることは全部正しいわ。でも私は今までホームズにたくさん助けられてきたの。彼が困っている時に知らんぷりだなんて、そんなこと私にはできないわ。お嬢様、いい時だけ仲良くして困っている時に見捨てるなんて、そんな人間がホワイトリー家の立派な当主になれるとは私は思わない。お父様もお母様もどんな時でも困っている人を決して見捨てなかった。そうでしょ、ペンデルトン？それに両親を亡くして前途多難だったこの私とホワイトリー家を今日まで支えてくれたのは他でもないあなた自身でしょ。今それを言われては参りましたね。あなたには感謝してるのよ。決して順風満帆とはいかなかったけれど、ずっと一緒に困難と戦ってくれたじゃない、ね、仕方がありません。お嬢様も成長なさいましたね。
おい、来たぜ。例の少年探偵がさ。スコットランドヤードはどうして彼を捕まえないのかしら。あんな人が同じ校舎にいるなんて、怖くて授業に集中できませんわ。うん。ホームズ、ワトソン、ごきげんよう。ミス・ホワイトリー、いいのか、僕らなんかと一緒にいて。ええ、新聞は読んだわ。でも、大切な友達だもの。困っている時だから助け合いたいじゃない。まったく、君は変わってるな。ホームズのやつ、よく普通に投稿してきたよな。神経疑うよ。親が立派な探偵だと、多少のことならヤードに多めに見てもらえるんじゃないのか。マジで？ああ、俺んちはダメだな。普通の警察官だし。おい、お前ら！やめろよ、そういうの。やめておけ、ワトソン君。言いたいものには好きなように言わせておけばいい。でも、ホームズ！お前は罠にはめられて。ここで騒ぎを起こしたら、余計な噂が増えるだけだ。なんだか嫌な感じだな。大丈夫。事件さえ解決すれば誰も今みたいには言わなくなるわ。ああ、まあそうだよな。私は何があってもホームズの味方だわ。だから陰口なんか気にしちゃダメよ。あなたは悪くないんだから、いつも通りにしていればいいわ。その通りだ。ミス・ホワイトリーもたまにはいいことを言うな。一言余計なのよ、もう。でも、君はこんな時にも堂々としてて度胸があるな。ホームズ、今朝の新聞を読んだわ。そうか。今朝の新聞なら僕も読んだよ。それじゃ答えてくれるわね。まさか本当にあなたがあの事件の犯人なの？だとしたら君はどうするんだ？質問を質問で返すなんてひねくれてるわね。私はあなたの口から真実を聞いておきたいの。きっとクラスのみんなも同じ気持ちよ。俺たちはみんなホームズのことを信じてるな、ファーバー。もちろんだよね、ルーピン。もちろんホームズ君が犯人なわけないですよ。無実に決まってます。そうですよね。はあ、なんで俺に聞くんだ。ジャック君もそうだといいなって。
別にどっちでもいい、興味がない。ホームズは何か事件に巻き込まれただけなんだろう。それならちゃんと説明してくれよ。ホームズ、僕はあの殺人事件の犯人じゃない。今はこれ以上のことを話すつもりはない。何か話せない理由でもあるの？おばあ様が言っていたわ。普段小鳥のようにおしゃべりで饒舌な人が口を閉じるのには必ず理由や事情があるって。ミス・マープル、僕はおしゃべりでも饒舌でもない。確かにそうかもしれませんが、この件に関しては必要以上に頑なに見えます。みんなが納得しないのは当然だわ。クラスメートなんですもの。もし何か厄介事に巻き込まれて困っているなら誰かに相談すべきです。先生でもワトソン君でも、無論僕でも。明智でもいいけど、ホームズのお父さんは名探偵なんだろ。だったら。余計なお世話だ。みんな、そんなに一度に質問攻めにしちゃかわいそうよ。少し落ち着いて。ごきげんよう、みんな。さあ、席に着いてください。ホームズ君。はい。よく来てくれましたね。欠席する理由がありませんから。ホームズ、周囲の目が煩わしいからって言ってたけれど、もしかしたらクラスのみんなに嫌な思いをさせたくなかったのかもしれないわね。ホームズのやつ、辛い時は極端に素っ気なくなる。今もきっと思い詰めてるんだろうな。ホームズ、大丈夫かしら。ホームズって一度抱え込むと他人に隠し通すとこがあってさ、初めてあいつと喧嘩した時にも今みたいなことがあったんだ。ホームズとワトソンが喧嘩を？あれはまだ俺やホームズがこの学園に入学して間もない頃、俺たちがベーカー街で一緒に暮らし始めた頃だったかな。
今日の新聞も積んだし、よしっと。ワトソン、君のルートへは裏通りから行った方がいいぜ。今日はビッグベン周辺でパレードがあるからな。いつもより人通りが多いだろうから気をつけろよ。僕も自分のが終わったら手伝ってやるよ。ありがとな。助かるよ、ロイ。ホームズ、前に君が出してくれた暗号を解読してみたんだけど、これで合ってる？ロイ、こんな短時間で数字の法則性に気づくとは、さすがだな。正解だよ。やっぱりロイはすごいな。お前も探偵事務所を開けばいいのに、きっと成功するよ。でも今の僕じゃホームズに勝てる気がしないな。それにホームズには君みたいな助手までいるんだから。じゃあよかったら俺たちと一緒にやろうぜ。一人じゃ難しいことだって二人ならできることもある。三人ならなおさらだろ。そう言ってくれるだけでも嬉しいよ。まったく、ここは主婦のお悩み相談所じゃないんだぞ。いつになったらちゃんとした依頼が来るんだ？周りの評価なんてそのうち勝手についてくるさ。そんな気長に待てるかよ。なあロイ、お前はどう思う？おい、ロイ？え？ごめん。何の話だったっけ？ロイ、顔色が良くないが、どうかしたのか？そうかな。別に何でもないよ。看病疲れか？確か、お前のおばさん、熱を出してしばらく寝込んでるんだよな。ああ、まあな。でももう、1週間も経つし、俺の父さん、医者だし、よかったら。母さんのことなら心配いらないよ。工場の仕事も休んだし、もうだいぶいいんだ。二人ともごめん。僕用事があるから今日は帰るよ。それじゃ。おい、ロイ。行っちまった。用事っておばさんの看病かな？それなら用事なんて濁さないで僕たちに伝えるだろう。でも新聞配達の時もなんだか疲れてるし、あいつ夜にもパブで雑用の仕事をしてるみたいなんだ。ロイのやつ大丈夫なのかな？本人が話さないんだ。むやみに僕たちが詮索すべきじゃない。ああ。Thank you.
おはよう。ホームズ、今日は早いな。ワトソン君、僕はちょっと調べたい場所がある。ああ、あの強盗殺人か。一緒に行かなくて大丈夫か。ああ、僕一人でいい。ワトソン君、君は事件当日現場の新聞配達の担当者が誰だったか名前を確認してきてくれ。名前の確認だけ？事件の話は？聞かなくていい。名前が分かったら教えてくれ。ロイの母親から話を聞いてきた。おばさんは長いこと肺を患っていて、ここ最近はその症状が悪化して食事もできなかったそうだ。ホームズ、お前ロイのおばさんのところに行って。ああ、だが数日前ロイが医者に見せ薬を処方してもらい、なんとか持ち直した。ロイはおばさんに治療費の出所は明かそうとしなかった。ホームズ、待てよ、まさかお前。この数日前というのは事件が発生した日と一致する。おばさんにはロイが帰り次第ここを訪ねるように伝言を頼んで。ホームズ、何が言いたいんだ。彼は母親の病気の治療費のために強盗殺人を犯した。そうだろう、ロイ。あ、ロイ、聞いてたのか？ああ、さすがホームズだね。その通りだよ。だけど僕は母さんの治療費が必要だった。あのおじいさんを殺す気なんて全くなかった。だがこうして僕が呼び出さなかったら君は一体どうしていた？母親を言い訳にして自分の罪からずっと逃げようとしたんじゃないのか。君は重大な罪を認めず逃げようとした。だが僕はそれを見逃すことができない。ホームズ、お前自分が何を言っているのか分かっているのか。いいんだワトソン、全部ホームズの言う通りなんだから。ホームズはいつも正しい。それは君が一番よく分かってるはずだ。父さんが死んでから母さんはずっと僕のために働いてきた。肺の病気が悪化してもずっとそれを隠し通して僕には心配をかけまいとしてた。自分が死にかけたって僕には笑って大丈夫としか言わない。僕が捕まったら残された母さんは一体どうなるんだって思ったら自首もできなかった。情けない話だろ。ああ、とても情けない話だな。母親を思ってしたことだろうが、犯罪を犯せばこうなることは分かっていたはずだ。僕は君の行動をいつも見ていた。あくまで友人として。
だがもし君が僕の目を騙し通せると思ったなら、それは大変残念だよ。だけどホームズ、ロイには殺す気はなかった。なんとかしてやれないのかよ。彼が財布を奪わなければ被害者は命を落とすことはなかった。ヤードに出頭したまえ、ロイ。君にはわかるはずだ。この先決して罪の意識からは逃げ切れないと。ああ、君の言う通りだな。僕はあの老紳士に取り返しのつかないことをした。彼の家族も悲しませた。これから先いくら母さんの前で笑えても僕自身を苛む罪の意識は消えない。もうじきスコットランドヤードが事件の話を聞きにここへ来る。真実は君の口から話したまえ。僕を軽蔑したかい？でもホームズ、僕は君のような友達を持って幸運だったよ。一生罪を隠して怯える未来から君は僕を救ってくれたんだ。ホームズ、お前それだけかよ。お前ならもっと知恵を貸すとか、かばってやることだって。ワトソン、あまりホームズを責めないでくれ。彼の助手は君しかいないんだから。ロイ、お前もどうしてもっと早く俺たちに話してくれなかったんだ。俺たちはお前の友達だろ。そうだな、大切な友達だったからかな。これで満足かよ、ホームズ。ああ、事件が解決したんだ。満足に決まっている。それより、しばらく一人にしてくれないか。僕に話しかけるな。待てよ。ホームズ、ね、誰にだって間違いはある。せめて何か優しい言葉をかけてやれなかったのかよ。あいつはお前にとって大切な友達じゃなかったのかよ。なんとか言えよ。何か言い返してこいよ。本当はいっぱいあるんだろ。この野郎。
僕だって助けたかったさ。こんな結末で僕が満足している、そんなわけがないだろう。そうか。そうかよ。それよりもワタソン君、僕は少し出かけてくる。それ、俺も一緒に行っていいか？勝手にしたまえ。ロイはある人を助けるために罪を犯しました。そして今、逃げずにその罪を認め償おうとしています。ロイは僕の大切な友人です。彼は必ずおばさんの元に帰ってきます。だからどうかそれを待っていてやってください。お願いします。そんなことがあったのね。ああ、あの時の事件への淡々とした態度、なんだか今のホームズを見てると思い出すんだ。それでもホームズは自分の感情を抑えて事件に立ち向かうことを選んだ。確かにホームズらしいわね。
ホームズには事件を見過ごすことはできない。それがホームズを楽しませる場合でも苦しめることになっても。なあ、俺が今話したことホームズには内緒にしてくれよ。ええ、わかったわ、ワトソン。私たちも早くホームズの容疑を晴らしてあげられるように証拠を集めましょう。ホームズ、大丈夫よ。きっとあなたの無実を証明してみせるわ。ああ、君にそんなことができるのか。大丈夫。私だけじゃ無理だとしても、あなたの知恵も借りられるもの。全く計り知れないな、君は。警官ってすごいのね。こんな寒い中でも表情一つ変えずに張り付いているなんて。寒い中ご苦労様です。いえ、これが私の仕事ですから。先ほどミスター・ホームズに依頼人が。ありがとうございます。親切な人ね。ああ、あの人よくこのベーカー街を見回りしてるんだ。見張りの中じゃ一番律儀で礼儀正しいよ。要件がある時でもこっちの話が一段落してから声をかけてくれるし。あなたも一緒なのね。ええ、お邪魔するわ。そうそう、ホームズにお客様が来てるわよ。僕に？ええ、落ち着いた老紳士、感じのいい方よ。外の警官に問い詰められてたところを中に入れてあげたの。ホームズに依頼があるそうよ。亡くなった奥さんの形見の指輪を探しているんですって。そうか。上にお通ししてお茶もお出ししたわ。早く行ってあげて。ありがとう、ハドソン。いいえ、これくらい。私はいつでも二人の味方だからね。ホームズ、何があっても負けちゃダメよ。君に心配されるなんて、僕も地に落ちたようだな。何よ、心配しがいないわね。僕を思うならいつも通りに接してくれ。そうしてもらえた方がかえって気が楽だ。もう
あんな事件があったのに思ったより落ち着いているわね。でもどうして。もしかしてあなたが一緒だから。これはあなたの助手としても興味深い事件だわ。一応お聞きしましょうか。今日は一体どんなご依頼で。おいホームズ、そんな態度で。構わんさ。実はわしの大切な奥さんの形見の指輪ですか。笑えない冗談だ。ねえ、ワタさん、あのおじいさんってホームズの知り合いなの？いや、俺も初めて見るよ。でも、ホームズのあのトゲトゲしい言い方、もしかして。せっかくの紅茶も無駄になってしまいましたね。そうか、そりゃもったいない。よっと。背中を起こすと腰が。お気遣い感謝するよ、ミス・ホワイトリー。その声はもしかして。依頼人のふりをするなんて。僕をからかっているんですか、父さん。ホームズさん、すごい変装ね。全然気づかなかったわ。お褒めの言葉にも感謝するよ、ミス・ホワイトリー。どこが変装ですか。そのステッキ、いつも父さんが持っているものでしょ。見破ってくれと言っているようなものです。このタイミングで私がお前を訪ねたと知られたくないのでね。一応の用心さ。ジュニア、今回の事件は。僕は父さんのせいで巻き込まれたなんて思っていません。これは僕に降りかかった事件だ。父さんの助けは必要ありません。ホームズ、でもせっかくお父様が。僕は自分の考えを曲げる気はない。君は口出ししないでくれないか、ミス・ホワイトリー。何があったとしても僕は父さん、あなたの力には頼りません。後で泣きついたって私は知らないぞ。あなたに泣きつくくらいなら僕は探偵を辞める。そうか、お前らしい決断だが、そう簡単に辞められるかな。お前に私の協力は必要ないようだな。では、私はこの辺りで失礼させてもらうよ。
待ってください、ホームズさん。あなたはホームズに何か大切なことを伝えに来たのではないですか？ほう、なぜそう思う？それは半分は勘ですけど、もう半分はあなた方親子が似た者同士のような気がして。ホームズも意地になっていますが、あなたも意地になって帰ろうとしたんじゃないかって。なるほど、ご明察だね。それに君はあの子を心から案じてくれている。礼を言うよ。いえ、そんな。では君にこれを渡しておこう。これは？かつて私が盗品売買に関わる組織的犯罪を暴いたことがあるんだが、この紙に書かれている名前はその組織に関わっていた人物だ。幹部たちが逮捕される直前に組織と手を切ったおかげで彼は警察の目は逃れたが、その組織の幹部の一人と今も接触している可能性がある。モラン大佐と呼ばれる人物に覚えはあるかい？確かに霧の中で殺された男は大佐と言っていたわ。もしかしたら。ああ、この事件はその大佐に関係している可能性がある。私はすでに彼らに目をつけられているがね。スペルバウンドと呼ばれる大きな犯罪組織だ。だがその人物を探せば。ホームズを罠にはめたその組織の情報が何かつかめるかもしれないんですね。ああ、可能性は十分にある。この私が自由に動けないのは恥ずかしい話だが、いえ、私にできる限りのことはやってみます。ワトソンもいますし。あの、ありがとうございます。ワトソン・ジュニアといい、君といい、息子は恵まれているな。あいつとの距離をつかめずに恐れを持っているのは私も同じなのかもしれないな。こんなひねくれた父親なんだ。息子がへそ曲がりになるのは当然か。ホームズさん、ミス・ホワイトリー、君には苦労をかけるかもしれないが、どうか息子の力になってやってくれ。もちろんです。では、そろそろ私は行こうか。ではまた会おう、ミス・ホワイトリー。レギュラス・アクトンか。アクトン。
いかにも悪党って感じの名前だけど。それはどうかしら。でも、せっかくホームズさんが伝えてくれた情報なのよ。この人を調べれば、今回の事件の真相に近づけるかもしれないわ。おい、ホームズ、いい加減、おじさんの情報で捜査しようぜ。ホームズ、いつものあなたらしくないわ。お父様は、あなたならこの事件を解決できると思ったから、あなたの力を信じたから、ここに来てくれたのよ。まったく。ここがレギュラス・アクトンの屋敷か。立派な屋敷だな。ええ、でも今日がパーティーでラッキーだったわね。そのおかげでこうして中に入れたんだから。見て、あそこの輪の中心にいる人、彼がこのパーティーの主催のアクトンだな。取り巻き連中が多くて迂闊に近づけないな。そうね、なんとか彼に近寄って素性を探れないかしら。おっと、ステッキが落ちましたよ。まあ、これはご親切に、ありがとう。あ、いえいえ、礼には及びません。あら、あの男性客の声、どこかで聞
聞いたような。大丈夫？手にしたシャンパンがこぼれそうだよ。ああ、ありがとう。さんがいないわ。え？確かにさっきまであそこにいたのに。早く探し出そう。まだこの近くにいるはずだ。ええ。やっぱり見失っちゃったわ。ごめん、俺がもっとしっかり見ていれば。それは私も同じだわ。でもアクトンさんから話を聞き出すチャンスはまだきっと。お前たち、アクトンから何を聞き出すつもりだ？彼に用があるんだろう。実は私、アクトンさんのファンなんです。我ながら苦しい言い訳だわ。ああ、そんな苦しい言い訳誰も信じるわけがないだろう、ミス・ホワイトリー。まったく。あなたの変装だったなんて全然気がつかなかったわ。ホームズも意地が悪いよな。黙っていた君もいい勝負だと思うんだがな、ワトソン君。ワトソン、最初から分かっていたの？俺、前にたまたまさっきの変装姿を見たことがあったから。それならそうと早く言ってくれれば。しかしホームズ、お前よくあの監視を振り切ってこれたな。ああ、人を煙に巻くのは昔から得意だからな。待って、じゃあさっきアクトンさんを連れ出したのはホームズだったのね。でも一体どうやって？簡単なことさ。真剣な顔で彼にこう言った。あなたの命を狙っている者がこの会場内に潜んでいると。心当たりのある者なら冗談だとは受け取らないだろう。それに手っ取り早く二人きりになれる。さすがだけど強引だな。狙われる心当たりが大いにあったのか、勝手にいろいろ話してくれた。アクトン氏はかつて関わりのあったモラン大佐に再び資金面で協力するよう誘いを受けている。確かにこんな豪華なパーティーを開いたりして随分儲かってそうだしな。肝心なのはここからだ。アクトン氏の話だと
今日この会場にスペルバウンドの息のかかった者が潜り込んだ可能性がある。組織に金を出し渋るアクトン氏に少し強引な手で迫ると脅しもかけたらしい。だからアクトンさんはあんなに取り巻きを引き連れて警戒していたのね。でもよかったわ。ホームズもお父様が教えてくれた手がかりをお受けになってくれたってことよね。別にあの人に頼ったわけじゃない。君たちが危険なことをしていないか気になっただけだ。ありがとう。心配してくれたのね。優しいのね、ホームズ。ああ言えばこう言うな、君は。まあ落ち着けよ、ホームズ。で、アクトンは今、まあ、屋敷の中に隠れてもらった。だが、スペルバウンド関係の人間はまだこのパーティー会場である庭にいるはずだ。分かってる。つまりここでアクトン氏と接触を図ろうとする者を警戒すれば。あー！旦那様！なんだ今の声。まさか。待てよ、ホームズ。旦那様、そんな。さんが殺されたなんて。アクトンさん、目を開けてくださいな。すみません、一体何があったんです。あなたは。僕はエルロック・ホームズ。よければお話をお聞かせいただけますか。私とご友人のハーティリー夫人が扉を開けたら、旦那様が。アクトンさんが倒れていたのでびっくりして。さっきはアクトンさんと普通にお話ししていたのに、こんなこと。
私、犯人は知っているわ。さんの前でそんなことを、せめてゆっくり眠らせてあげられないの？ハーティリー夫人、大丈夫ですか？確かに僕は先ほどまでこの部屋でアクトン氏と話をしていました。アクトン氏は僕がこの部屋を出て、あなたとこちらのハーティリー夫人がこの部屋に来るまでの間に何者かに殺されたのです。そんなの嘘よ。あなたが旦那様を殺したんじゃない。うん。ホームズが犯人だなんて、そんなのありえないわ。ホームズ、あなたコートのボタンが一つなくなっているわよ。おかしいわ。さっきまでボタンは取れていなかったはずなのに。ホームズ、まだ現場のどこにも触っていないはずよね。何を言っているんだ。当然だろう。でもあなたのコートの袖口。何？いやー、しかし君たちがここに来ているとは全く驚きましたね。特にホームズ君は学校以外は外出を制限されてるはずなんですが、参りましたね。いろいろ話を聞いたんですが、ホームズ君、これは被害者の左手に握られていたものです。君のコートのボタンで間違いないですね。ええ、僕のものです。メイドのキャリーフロントは、殺害されたアクトン氏の服用している胃薬を運ぶ途中で君とすれ違ったと言っていますが、これも間違いないですね。ええ、アクトン氏の部屋を出た後、階段2階の踊り場で彼女とすれ違いました。警察の目を盗んで外出したと思ったら、
また事件を引き起こすなんて。まったくもう、勘弁してくださいよ。ちょっと待ってくれよ。ホームズが犯人だって証拠もないのに。いや、それがちゃんと証拠もあるんですよ。ホームズ君、君はさっき遺体、凶器には一切触れていないと証言してましたが、君の身につけているコートからまだ付着したばかりの血痕が検出されたんです。もし君が何もしていないなら、どうしてこんなものがつくんですか？僕、アクトン氏には一切触れていません。それだけは事実です。証拠が上がっているんですから、言い逃れしようなんて考えないことです。その血痕はアクトン氏を部屋に飾ってあった剣で刺した際に付着したもの。そしてアクトン氏が抵抗してコートを掴んだから、引きちぎったボタンが彼の手に残った。そう考えるのが妥当でしょう。そんな、お願いします。私たちにも調べさせてください。女王陛下の指輪を持つ者を拒むことはできないはず。すみませんが、それはできません。これは重大な犯罪に関わることですし、ましてや今ホームズ君は2件の殺人事件の容疑者、あなた方はその友人なんですよ。今現場に入れれば、友人の罪を隠すために証拠隠滅の恐れもあります。いくら友達だからって犯罪を見逃すようなことをするわけないだろう。すみませんが、今のこの状況では無理ですよ。さあ下がってください。でないと捜査妨害であなたたちを逮捕しますよ。ほら、君たちもホームズ君たちを監視して。はい、すみません。すみませんが、しばらくホームズ君を容疑者として私たちの監視下に置かせていただきます。これじゃあまたホームズが犯人扱いだわ。ここまで手が込んだ罠を張られるなんて、実に光栄だな。まったく、やりにくいな。問題は向こうがこれからどう出てくるかだ。ホームズさん、その格好は。お前たち、もう少し声を落としたまえ。自由に動けないとは言ったが、操作ができないとは言っていないぞ、私は。それで、そんな格好で潜入ですか。警官の制服なんて一体どこから手に入れたんだか。今は時間が惜しいんだ。文句なら後にしてくれよ、ジュニア。もう勝手にすればいいでしょう。事件の現場と聞くとすぐに飛びつくんですから。
おじさん、何か分かったらすぐに俺たちに教えてください。ああ、お前たちも注意しなさい。この屋敷にはアクトン氏を殺した者、スペルバウンドの関係者がまだ潜んでいる可能性がある。でも、どうしてホームズのコートのボタンがアクトンさんの手の中にあったのかしら。まあ、僕も今それを考えていた。僕が君たちの前で変装を解いた時はまだボタンはついていた。犯人は一体どのタイミングで僕のボタンを奪ったのか。それにあのキャリーというメイドの証言も気になる。遺体を発見する前に途中でお前とすれ違ったってやつか。そういえばおかしいわね。どうしてそう思うんだ。だってホームズはその後私たちと合流してしばらく話していたのよ。私たちが出くわしたあたりで悲鳴が上がってもいいはずなのに。もしあなたたち、ハーティリー夫人、もう歩いても大丈夫なんですか。大丈夫よ。一言あなたたちにお礼が言いたかったの。さっきはお世話になったから。うん、アクトンさんとは親しい友人だったの。だからさっきは随分取り乱してしまったわ。主人を亡くしてからはよく話し相手になってくれていたのに、こんなことになってしまって。あの、どうかお気を落とさずに。ハーディリー夫人、一つお尋ねしてもよろしいですか。ええ、何かしら。アクトン氏が殺される前、あなたはパーティー会場でそのステッキを落とされましたか。ええ、あなたに拾ってもらったわ。私、人から受けた親切は忘れないのよ。そうですか。ではもう一つだけお聞きしてもよろしいですか。何かしら。あなたはなぜご自分の正体を偽っているのですか。正体を偽っている。どういうことだ。見たところ普通のおばあさん、いやご婦人だけど。ご主人がいたというのに手には指輪もその後も何もない。それにあなたのステッキを拾った時、僕はまだ変装していた。それなのにさっきあなたに拾ってもらったと変装を見破った。自ら変装する人間には他人の変装も見破りやすい。どこを見ればいいのかよくわかっているからな。それじゃまさか。追いかけるぞ。